ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市北長井町にあります味噌のスクエアという 2DK の物件をご紹介させていただきます。こちらがダイニングキッチンになるんですけれども、こちらオープンキッチンで結構広々としたキッチンになっておりまして、シンクも結構広いですし、作業台も結構広々と取ってありますね。で、下と上の方にもツイート棚があります。で、こちらには窓もございますので、換気とかもしっかりしていただけますね。で、こちらが結構大きめの冷蔵庫を置いていただくスペースになっております。で、こちらに独立の洗面台がございますね。で、奥が玄関になっておりまして、こちらシューズボックスもしっかりついております。で、この奥がお風呂になっています。鏡もついておりますし、ちょっとしたこう物を置けるような棚もついております。で、奥がトイレですね。後ろ側にトイレがあります。で、こちらダイニングキッチンに続きまして、隣が洋室になっております。こちら東向きのバルコニーになっておりまして、前もかなり抜けておりますので、日当たりもすごくいいですし、風通しもいいですね。で、こちらには収納がございまして、上の方まで入るようになってますので、しっかり出ていただくことができます。で、隣側が和室になっているんですけれども、こちら6畳和室になっておりまして、こちらにもね、ハンガーとか時計とかもかけていただけるとついております。で、こちらにも押し入れ、大きめの押し入れがついておりまして、上にも棚がありますので、たくさんのお荷物とかお布団とかも入れていただけますね。こちらの物件は敷地内の駐車場を取っていただけるので、大変お安く、すごくいい物件になっておりますので、ぜひご覧になってみてください。ありがとうございました。